日本酒やワイン一度あげてしまって残ってしまったことありませんか？はい、富士山のふもと昭和10年創業の酒屋主婦山崎代表の山崎です。日本酒やワイン一度あげてしまって残ってしまったことありませんか？そういう時にはこういう小さい瓶に移し替えて保存してみてください。お酒で一番大敵なのは酸化してしまうことです。小さい瓶に移し替えることによってこの酸化を最低限まで抑えることができます。これによって風味も長持ちしますので、ぜひお試しください。今日も美味しいお酒を。